ただいまから新議場オープニングセレモニーを開会いたします。開演に先立ち大垣議長より挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。本日は早朝より議場にお越しをくださいまして大変ありがとうございます。いよいよこの新しい議場で本会議を開催する運びとなりました。これもひとえにこれまでご尽力をいただきました多くの関係者並びに関係機関のご協力の賜物であると心から感謝と敬意を表すものでございます。この議場に入りまして改めて本当に素晴らしい議場ができたと感じております。この壁両面に配置されております大型モニターはこの議場内の映像を映し出すほか今回新たに取り入れられました電子採決システムの結果が表示されるということとなっております。またこれまで質疑一般質問の様子はケーブルテレビ等で放映されておりましたが今回より先日の15日に新たに開局いたしましたコミュニティ FM の FM 音楽から生で放送されるということでございます。それに加えてインターネットの録画配信も予定されております。こうした取り組みによりましてこの議会を少しでも市民の皆さんに身近に感じていただきたいという考えでこういった取り組みをしているところでございます。私ども議会といたしましては市政運営の基本方針を議決する場でありそしてこれから選ばれる町、真岡のために市民福祉の向上を図りながら鋭意取り組んでまいる所存でございますので市民の皆様方にはこれからも議会に対してご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。さて本日は新議場オープニングセレモニーとしてこの後バイオリンとビオラによる二重奏をお楽しみいただくことになっております。本会議の前のひととき素晴らしい演奏をお楽しみいただきたいと思います。結びになりますが今後本日ご列席の皆様のますますのご活躍そしてこれから真岡市の限りない発展を心からご祈念を申し上げまして開会セレモニーにあたりましての挨拶といたします。本日は大変ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして大臣を代表いたしまして真岡市長岸中伸一様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。市役所新庁舎における新議事堂オープニングセレモニーの開催にあたりまして執行部を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。いよいよ本日開催されます12月議会において新たな議場での共有開始となります。記念すべきオープニングセレモニーにはまさに今日バイオリンとビオラということで素晴らしい演奏を聞かせ願い期待をしているところであります。また先ほど議長からもお話がございましたがこの議場は土地権県産材を十分に活用をさせていただきまた時代のニーズに合った新いろいろな機械設備の導入もさせていただきこれから円滑な議会が進むことを期待をしておるところでもあります。議員閣議も新庁舎建設までには大変ご努力をいただいたわけでありますが
新しい議場で迎える議会、それぞれの思いがあるかと思います。まあ、そのような中で、これから真岡市で大変コロナ拡大防止ということで、厳しい、また動きのない時代を迎えておるわけでありますが、来年こそは動きがある、そしてまさにこのコロナに打ち勝てるような社会ができることを我々も願っておるわけであります。まあ、二元代表制の立場から議会の皆さん方と今後執行部が議論をする中で、この議場に、そして議場から発信をできるこのような真岡市政に一緒に作り上げてまいりたいと考えております。今後とも皆さん方と真摯に向き合いながら真岡市政の発展、心から共に願いながら頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、新しい議場のスタートにあります、当たりましてもご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。大変ありがとうございました。それではコンサートに移りますので、座席の移動をお願いします。よろしくお願いいたします。大変お待たせをいたしました。出演者の皆様が入場いたしますので、拍手でお迎えください。ここで出演者をご紹介いたします。本日はバイオリン奏者であります上保智子さんとビオラ奏者であります小犬誠二さんによる二重奏をご披露いただきます。お二人は真岡市民交響楽団におかれまして指導者として活躍されているほか、市民交響楽団の演奏会にも出演されております。また MCF マロニエクラシックフェスティバルオーケストラとしてもはじめ多方面でご活躍されております。本日はおなじみの曲を含め5曲を演奏いただきます。それでは上保さん、小犬さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
ただきありがとうございます。私たちは富山に住んでいた、私たちちょっとご夫婦なんですがちょっと私も離れているのですが、富山に引っ越してきて6年くらいになります。モーカとすごいご縁がありまして、先ほどおっしゃっていただいたモーカ市民公共の普段にお世話になっていたり、あと生態体を調整する生態もずっとモーカに通っていて、はい、とてもモーカにはお世話になっております。なので今日本当にここでできることはとてもよろしく思います。ありがとうございます。お今さんは私は南川町の出身でして、で15まで南川にいまして、それから6年前にまた小山に帰ってます。都心県が好きではい、というわけで曲の方に渡していきたいと思います。続きまして、2曲演奏させていただきたいと思います。ドボルザーク作曲のユーモレスクと、あとモーツァルトのという曲です。どちらもちょっと聞いたことがあるかなという曲だと思いますので、楽しんでいただければと思いますが、ちょっと楽器の説明をちょっとだけ、私の持ってるのバイオリンでビオラ、皆さんビオラって言うんですけど、ちょっとこれぐらい違うんですね。ちょっと大きいビオラがちょっと大きくて、ちょっと低い、でこのもっと大きくなるチェロという楽器、音のマスケの木があるんですが、はい、今日は、この弦楽器2本の音色を楽しんでいただければと思います。バイオリンが女性の声で、チェロはもっと大きくて男性の声で、じゃあビオラはというとニューハーブですだから女性の声も男の声も出せるように頑張ります。
かれた曲っていうのはないんですね。なかなかやっぱりバイオリンとビオラに書かれた曲っていうのはすごく少なくて、今日演奏させていただいているのも全部私が元々の曲をバイオリンとビオラ用に編曲したりして、やっぱり2人で演奏する機会が増えたので、有名な曲をいろんなところで聴きたいなと思って、ちょっとアレンジしてみたりしているんですが、次の目を向けてごらんも、川の流れのようにも、バイオリンとビオラのバージョンにアレンジしてありますので、お聴きください。Thank you.
しい演奏の数々、誠にありがとうございました。今後とも幅広い活動を通して、より多くの皆様に素敵なコンサートをお届けいただきたいと思います。ここで演奏者のお二人が退場いたしますので、盛大な拍手でお願いします。